カバラ。カバラは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の33番艦。艦名は、ケープコットからラプラタ川にかけての南北、アメリカ東部海岸沖合の海域に生息する、ジカサバカなどの艦水魚にちなむ、同名のアメリカ軍艦、アセスカボーラとしては初代。カバラは百四十三年三月四日に、コネチカット州ロトンの、 エレクトリックボートで寄港する。11月14日にエムコムストックプジンによって浸水し、艦長ハーマンジェイ・コスラー少佐、アナポリス193連組の指揮下線9 4 4年2月29日に収益する。4月11日にニューロンドンを後にして、新珠湾に向かい、5月9日に到着した。5月31日、カバラは最初の紹介で、 フィリピン海に向かった。6月4日にミッドウェイ島に立ち寄って給油し出港した後、6月9日にクジラと接触したが、異常はなかった。6月11日に帰島中のボーフィンと会合した後、担当海域に到着した。当時、マリアナ諸島に対するアメリカ軍の反抗作戦が行われつつあり、日本艦隊の出現が予想された。そこでアメリカ軍は、 日本艦隊の予想深度上に潜水艦を多数配備し、動向をつかもうとした。カバラもそうした一石として参加したのである。その最中、6月13日にレッドフィンが小沢寺三郎中将機下の第一、機動艦隊以下日本艦隊のタウタウイ出撃を打電し、太平洋艦隊潜水艦部隊司令部は艦隊の予想深度上にある潜水艦に予想海域に向かうよう加齢した。 続いて、フライングフィッシュがサンベルナルジの海峡で第一機動艦隊をシーホースが戦艦山と武蔵などの艦隊をそれぞれ発見し、これらの情報をもとに潜水艦がマリアナ諸島西方海に集まってくる。6月16日も終わろうとする23時3分、サンベルナルジの海峡の方向に向かっていたカバラのレーダーに4つの点が浮かび上がった。これは、 1> 第1機動艦隊に合流すべく航行中だった特設運送船、旧ユアズサマル、石原機船、122トンと、原陽丸、浅野物産、118トン、駆逐艦摂風、裏風からなる第2補給部隊であり、とりあえず河原は第2補給部隊を追跡することとし、距離を約15000万5千メートル置いて15ノットの速力でこの目標を追跡した。 翌6月17日3時40分になって、カバラは第二補給部隊を攻撃すべく接近しようとしたところ、駆逐艦の反撃を受け、機体を余儀なくされた。5時頃に浮上したが何も見えず、とりあえず司令部にタンカー部隊発見と報告し、7時4分に司令部からのタンカーの追跡を続けよとの返事を得て、追跡を続行した。 その結果、6月17日20時過ぎになって、カバラはついに推定19ノットで航行する第一機動艦隊と接触することに成功した。この時点では、攻撃より報告が優先されていたため、カバラは先行して第一機動艦隊をやり過ごした後、22時45分にカバラは浮上し、15隻以上の戦闘艦発見と打電した。司令部では、 翌6月18日8時に、この近辺にいた潜水艦に、カバラが発見した地点を目標に、日本艦隊との接触を試みよ、攻撃を第一に、報告はその次で良いとの指令を出した。この指令を受けた潜水艦の中には、大砲を撃沈することとなる、アルバコアもいた。打言後もカバラは、一時先行することもあったが19、ノットの速力で、 以前第一機動艦隊の直接を続け、6月19日、早朝、第一機動艦隊の本隊である、後部隊に追いついた。そして11時18分、カバラは、艦隊攻撃を行う絶好のポジションを得た。環境に、ベッドのスプリング状のもの、21号電端をつけて、マストに大きな旗、軍艦機をはためかせていた、日本海の空母、昇格の右辺側に対し、 魚雷設定振動4.5メートルに調整し、距離約1100メートルから魚雷6本を発射。直ちに新振動先行に移った。やがて3発の命中音が聞こえてきたが、この後には、駆逐艦からの3時間に及ぶ、爆雷攻撃が待ち受けていた。カバラは100発以上もの爆雷に見舞われたが難を逃れ、夕方に浮上した。回戦後、カバラは、ルソン島方面を行動し、 7月1日には基準に人員を配置して重下なりやまぬサイパン島に接近し、給油管に横付けして燃料を補給した。燃料補給後は再びルソン島近海で行動し、7月18日午後にはの地点で50トン級サンパンを発見し、浮上砲船で撃沈した。8月3日、カバラは64日間の行動を終えてマジュロに帰島した。 の地点で、昇格が4発の魚雷を喰らって沈没したことは、少し遅れてから、司令部が日本側の暗号を解読して判明した。カバラのコスラー艦長には、太平洋艦隊司令部の暗号担当班から、心尽くしのスコッチウイスキーが贈られる話もあったが、没になった。8月30日、カバラは2回目の紹介で、ルソン島近海に向かった。 カバラは、レザーバック及び、ピラーニアと共にウルフバックを組み、9月7日から8日に、かけてに立ち寄って、給油を行う。当時、ウィリアム・ハルゼー大将率いる、第3艦隊が、パラを攻略作戦の援護を起としており、ハルゼー大将はフィリピンから、カロリン諸島までの広大な海域を、潜水艦で紹介することを望んでいた。日本海軍の艦隊が出動することを念頭に置き、 ハルゼー大将はフィリピンとペリリューの間にバラを含む10隻の潜水艦を日本海軍が採用したような二重の三回戦を構成して配備させた。この三回戦は俗にハルゼーの動物園あるいは単にずーっと呼ばれたが効果は全くなく以後の作戦で二度と採用されることはなかった。動物園に参加したカバラ以下の潜水艦は 任務終了後、ルソン海峡方面に移った。10月9日朝、カバラはの地点で15隻ほどの輸送船団、未19船団を発見する。護衛艦をかわして船団に接近し、の地点で魚雷を4本発射。やがて4つの爆発を確認するが、自身が発射した魚雷とは、無関係で、魚雷は命中しなかったと判定された。夜から翌10月10日にかけて、カバラは、 ベックルーナとホークビルからカバラが攻撃したのとおなじみ19戦団への攻撃報告を受信した。10月21日、カバラは52日間の行動を終えてフリーマントルに帰投し、11月14日、カバラは3回目の紹介で、頬及びバヤと共にウルフパックを構成し、南シナ海、ルソン島近海に向かった。11月25日未明、 カバラはのボルネオと西方で、ナチ型重巡洋艦と軽巡洋艦と思われる、艦英を発見した。シンガポールからブルネイに向かっていた第31、戦隊機関の駆逐艦下月と随伴の駆逐艦もも、対して、カバラは浮上したまま接近し、ナチ型重巡洋艦こと下月に対し魚雷を4本、発射。うち2本が4時45分に下月に命中して、大爆発の末に降賃させ、 第31戦隊司令官、江戸平太郎少将以下司令部職員は全員戦死し、下月の上院も46名しか生存しなかった。12月1日夜にはの地点で、大和型戦艦を含む3隻の戦艦、実際にはシンガポールから、日本本土へ開港中の戦艦春名と小江の駆逐艦、霞及び、初島を探知して、追跡を行い、 翌12月2日未明にの地点で魚雷を4本発射したが命中しなかった。12月10日以降は馬や頬と共に南砂諸島方面に移動して紹介を行うがこの方面では飛行機しか見なかった。1945年に入ってからカバラは南下し1月5日夜にはのジャワ海でスラバヤからバリックパパンに向かう輸送船団を発見。カバラは 浮上攻撃で魚雷を3本発射し、2隻の特設捕獲模艇、観光丸、三考機船、909トンと、春船丸、朝鮮優船、971トンに1本ずつ命中させて撃沈した。1月13日、カバラは60日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。2月8日、カバラは4回目の紹介で、南シナ海、 インドシナ半島方面に向かった。紹介は、冬嫌いの銃撃爆破を5回行った他は特に大きな出来事もなく終了し、攻撃機会もなかった。3月25日、カバラは46日間の行動を終えて、スービック湾に帰島した。4月20日、カバラは5回目の紹介で、ジャワ海、南シナ海方面に向かった。期間の前半は、救助任務に従事する。 5月19日、ジャワ海の西方海域で、作戦中のイギリス潜水艦が、爆雷攻撃を受けて大破し、フリーマントルに帰投することとなった。5月21日にの地点で、テラピンと会合をするが、カバラは当初、アメリカ潜水艦とは違った艦営に、日本潜水艦と疑っていた。テラピンからの状況説明を受けたカバラは、紹介を中止し、テラピンを護衛することとなった。 5月27日、カバラは、テラピンを護衛し38日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。その後、訓練の後6月24日に、フリーマントルを出港し、グアムアプラ港には7月8日に到着した。8月5日、カバラは6回目の紹介で、日本近海に向かった。この紹介では、B、B-29 や、関西域の搭乗員救出を、 主な活動としていたが、紹介中に8月15日の終戦を迎えた。しかし、その知らせを聞いて間もなく、日本の爆撃機の攻撃を受けた。河原は先行して、爆撃機が飛び去るのを待つ間、コスラー艦長は、祝杯のブランデーをどうするべきか、いつ開けるかを部下に問った。部下の一人が、日本が幸福の調印をするまで待ちましょうと答えたので、その通りにした。 30分後、カバラは浮上して、ことの次第を、ハルゼー大将に報告した。数時間後、カバラは、ハルゼー大将が指揮下の全艦艇に当てた命令である。もしジャップが飛んできたら、敵対的ではなく、友好的に撃てを受信した。8月31日、カバラはガトーラ他の選ばれし、潜水艦と共に、横須賀に入港。9月2日の幸福文書調印式に立ち会い。 その翌日、カバラは日本を後にした。9月12日、カバラは真珠湾に帰島。その後、アメリカ本土に向かった。10月6日にニューロンドンに外戦し、1946年3月16日に予備役艦隊に編入された。カバラは1951年4月10日に現役に復帰し、第8潜水艦隊の一艦として、 カリブ海やカナダのノバスコシア州近海での訓練に従事した。1952年9月3日からエレクトリックボート社のドックに入居し対戦潜水艦 SSKA の改装工事を受け、1953年2月18日に対戦潜水艦に艦種変更され、も SSK-244 に改められた。同年7月15日、 第10潜水艦隊に配属され新しいソナーに関する実験に従事した。1954年1月1日には新しい兵器や装備を評価するための部隊に転属となり、また NATO 演習に参加するため何度かヨーロッパに派遣され、1957年6月11日と12日にバージニア州ノーフォークで実施された国際艦艦式にも参加した。 1959年8月15日、艦首が潜水艦に戻され、春ナンバーも SS-244 に戻された。1963年7月には実験潜水艦、ギース -244 に分類され、1969年12月30日に除籍された。カバラは第二次世界大戦の先行で、 主君部大賞及び四つの従軍聖賞を受賞した。その六度の紹介で第一回と第三回が成功したものとして記録された。カバラの戦果は四隻三万四千百八十トンに上る。1971年1月21日にカバラは第二次大戦テキサス州大役潜水艦委員会に移管された。現在テキサス州ガルベストン北部のニアルで、 護衛駆逐艦のとともに記念館として公開された。また広範囲な補修が行われ、河原の艦内も自由に見学できる。2008年9月13日にガルベストンに上陸したハリケーンアイクによって損傷を被ったが、修理の上2009年4月に公開を再開した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。